僕は立脇勇、小学5年生。ある日、じっちゃんの道場で剣道の稽古をしていると、鬼みたいな化け物、プレダコンがいきなり襲ってきたんだ。奴らの狙いは、我が家に代々伝わる伝説の鏡、レジェンディスク。てめえら、絶対に許さねえ。みんなを守りたいという僕の気持ちに応えるように、レジェンディスクから不思議なパワーが流れ込んできて、ソードボット、サムライチームが復活したんだ。しっかりするな。悔しいけど僕は諦めない。何度失敗してもいつか必ずレジェンディスクを手に入れてみせる。うむ、それで良いのです。おう、調べたところによると、レジェンディスクはもともと平和利用のために作られたエネルギーの集合体だと分かった。それもとんでもないエネルギーを秘めています。そうなんだ。そしてその強大なエネルギーを悪の力として利用されないために、ある種の安全装置が組み込まれているようだ。安全装置？悪い心や争う心など負のパワーを感じ取ると、お互いに反発し合い、
時空を超えて消えてしまう仕掛けになっているらしい。そうか、だからいつもプレタコンとの戦いの中で争う心に反応して消えちゃうんだ。そのようだ。でもそれじゃあどうやってディスクを手に入れればいいの？ディスクを見つけると必ずプレタコンも現れるし。問題はそこだ。奴らが現れれば争わないわけにはいかない。そうなるとディスクはまたどこかに消えてしまう。うむ、争わなければいいんじゃない？前にじいちゃんに言われたことがあるんだけど、喧嘩っていうのはやられたらやり返すから喧嘩になっちゃうんだって。やられてもやり返さなければ喧嘩にならないってことは、やられてもディスクを持ってとっとと逃げちゃえば争ってることにはならないんじゃない？とっとと逃げる？わしらが？いやいや、我らが敵に背を向けて逃げるなどありえない。でもそれじゃいつまでたってもディスクは手に入らないよ。うむ、勇の言う通りだ。プレダコンを倒すのはディスクを手に入れてからでも遅くない。なるほど、だったらありえる。あ、また光り始めた。過去のレジェンディスクと反応を始めたようだ。よし、今度こそディスクを手に入れるぞ。おう、どんな様子だ？反応が強くなってる。ここがタイムスリップポイントに間違いないようだ。ここはどこだ？塚原僕伝って知っているのか？うん、有名な剣豪の人だよ。聞いたことがあります。見てくるよ。あの、すみません。あ、レジェンディスクだ。やっぱりちゃんと断らないと。なぜ持っていかぬ？え？塚原牧伝さんですか？いかにも。黙って持っていけばいいものを。僕はレジェンディスク、いや鏡を盗みに来たわけじゃありません。僕の住んでるところを守るためにどうしても必要なもので譲ってもらいたくて。もし断ったら。分かってくれるまでお話しします。要するにお前も強くなりたいのであろう。あ？ならば答えよ。本当の強さとは何だ？わしは強い。今では向かうところ敵なしだ。だが未だに分からん。本当の強さがいかなるものか。お主は何故強さを？その鏡を欲する。僕は、うん、僕は学校の友達や近所の人やじっちゃん、家族を守りたいから鏡が必要なんで。別に自分が強くなるとかならないとかはどうでもいいんですけど。お前は自分のためではなく家族や友や人のために強くなるというのか？まあそういうことかな。守りたいもののために強くなりたいと。そうか、強さとは自らのためではなく守りたいもののために手に入れるものだということか。はい。なるほど、そうか。鏡を持っていくがよい。え？いいんですか？いずれ誰かに渡さねばならぬものであることは分かっていた。だがその相手がお主のような正しき、いや優しき心の持ち主でよかった。お主ならばこの鏡の力を世のために使ってくれるであろう。さあ。ありがとうございます、徳伝さん。うん、やった、みんなディスクを手に入れたよ。おお、ついに。やったな勇。うん、
戻った。うむ。でもなんで今回はプレダコンたちが現れなかったんだろう。それはな。それドラゴトロン様が復活した今となっては、残りのレジェンディスクはあんたたちを倒してからゆっくりいただけばいいってことになったのよ。何？ドラゴトロンが復活しただと？光導かれて
教えて。